はいどうも <laughs> 声入ってるハレマディ亮ですえっ、ー、とねまあタイトルにもなってる通りなんですけどえー、ダークソウル完全攻略近ぼち編あの動画がおかしいことになってしまってまあ一応あげれるっちゃあげれるんやけどあげれるし 多分攻略動画としての役目もまあ果たすとは思うんやけどもうガックガクになっちゃってあの前回ちょっとね音がゲーム音とマイク音のバランスがすごい悪くてでそれ別撮りにしたんすよでそれのせいってことはないと思うけどまあ動画のフレームレートというかまあフレームレートは問題ないと思うんやけどなんか接続が悪かったのか まガクガクとばると途中でうんまあどうしたもんかねとまあそれでもいいよっていうなら上げることはできますけどあの正直な話あの動画として見るに耐えないものになっちゃったっていうあのご報告させてくださいああなんかもうさやかやなんなんこれ <laughs> せっかくいいキャプチャーボード買ってしたのに ここのこれっていうで音もめっちゃよく撮れたんだよ今回ゲーム音とマイコンのバランス最高にええ感じに撮れてうわこれはなかなかもう綺麗な動画になるんじゃないかなと思ったらこうガクガクみたいななんかもうはいまあ言い訳みたいになってるけど正直なんかもうこれはソフトウェアの問題からどうしようもないというか まあ、ガクガクでもいいよっていうなら、アップロードはできるから、皆さんにそこは判断してほし、いあのもうあげんでいいっていうなら、あげないし、もうそれでも見たいっていうならあ、あげますし、コメント欄、コメントください。というわけで、ほんま申し訳ない。ほんま申し訳ない。これ俺のせいではないけど、 やっぱあの俺のなんていうのあのテストプレ,イプレイをしなかったことによるまあ招いた問題と思ってるからまあダークソウルはさ取り直されへんやんかあのオートセーブ入るからだからまあそれを踏まえてまあチェックをしなかったという俺の一番の何て言うか確認不足が招いた事態からまあ俺が悪いっちゃ俺が悪いねんだけどうん 申し訳ないとしか言わないね。うん。なんかせっかくなんか、地下墓地、結構、詰まってる人いてるかなと思って、一生懸命攻略したんだよ。そしたら、ガクガクじゃんみたいな。で、まあ、デビルメイくらいも続けて撮ってて、まあ、デビルメイくらいはね、まあ、別に撮り直して聞くから、まあ、全然いいんやけど、まあ、ダクサでこういうこと起こったら、ほんま、心折れんねあのゲームも、まあ、心折ってくるし。 なんかこの録画ができてないっていうのでも心おられるし。うん。せちがれせちがれせちがれ世の中だぜ。だけどまあコメントください。あの、それでも見たいっていう方、あのコメントの方にね、あの書いてくださったらちゃんと動画あげるんで、そちらの方よろしくお願いします。ごめん